どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々レッスン動画、簡単レッスン動画公開しています。今日も始めていきますよ。今日はですね、 G ラボのブラックビューティーモデルのウクレレと、はい、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使ってレッスン始めていきます。この初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますんで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。さあ皆さん、ちょっとお知らせ、この本が、出版されました。どうオレンジ色の簡単ウクレレソングブック5です。はい、100曲入りのめちゃくちゃわかりやすい本。この本の出版を記念した誰でも参加できる無料イベントがこちらで開催。8月8日火曜日、東京渋谷の HMVM Books で開催です。夜7時の19時から、誰でも無料で参加ですか、できますから、ね、で、もうセッション曲これ決まってます。この本に入ってるんですけど、あいみょんとスピッツとユーミンとガズレレソング、ガズレレソングはオリジナル曲ですけどね、もうセッションしていきましょう。もうね、そのイベントはね、もうめちゃめちゃ最高に楽しいイベントですからね。ガズレレのイベントはね、もうマジで面白いですから。はい、こんなチャンスはなかなかないですよ。無料ですからね、ぜひ皆さん来てください。概要欄に詳細貼っておきます。さあ、それでは今日のレッスン入っていきましょう。今日のレッスンはね、めちゃくちゃ熱いファンキーグルーブディスコティックな曲いきます。これドーン、西城秀樹さんのギャランドゥーやります。これはいいですよ皆さん。この曲はですね、もう絶対に盛り上がります。みんなで歌ってたらね、ギャランドゥギャランドゥギャランドゥってこのね、コール&レスポンスもあったりとかして、まあめちゃめちゃ楽しくて、こうおしゃれでこう踊れる曲なんですけど、かっこいいバージョンはですね、まあですね、もう楽しい要素山盛りでございますね。あ、今も言ったように、かっこいいバージョンと簡単バージョンの2バージョンやりますからね。まずは最初は初心者さん向けの超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。これは大丈夫です。できますからね。後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンのね、これもうディスコソングですから、もうめちゃめちゃかっこいいリズムがいっぱい登場します。16ビートのファンキーグルーブ、やっていきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。さあ今のところで、ちょっと練習してもらって、もうモリモリ音楽自分で楽しんじゃいましょう。そしたら、今日のレッスン入っていきますよ。ギャランドゥですよ、西城秀樹さんの。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやってみる。 1,2,3,4 悔しいけれどお前に夢中、ギャランドゥその触れた肌、潤んだ瞳、ギャンドゥギャンドゥギャンドゥ、透き通る白い肌、黒いドレスに包み、髪を振り乱したままで踊る、ギャンドゥ愛をちらつかせて、男の視線集めてはお前は光る。衝撃的なお前との出会い、ギャンドゥギャンドゥ、一夜限りの恋でもいいさ、ギャンドゥギャンドゥギャンドゥ、男を誘う手はくるりと背を向ける、そんな近づくんだと走り出した恋の汽車は止まりゃしないぜ、真赤な口ベルがキラリと光るたび、狙った男としてくギャランドゥ、狙った男
落としてく。ギャランドゥギャランドゥギャランドゥ。の西城秀樹さんのギャランドゥーいうガズレレレシンプル簡単バージョンやってました。めっちゃテンション上がる、ものすごいねいい曲、すっごい気持ちがいいです。今こうやって聴いてみると、これね1983年のリリースですからね、今こうしてやってみるとねめちゃくちゃねかっこいいですね。つかみ取ってやっていきましょう。今ちなみにこの曲今すごいですよ。一応歌のパートはフルコーラスの、原曲キーですから、もう西城秀樹さんになりきって全開で歌っていきましょう。ガズレレの、動画には歌詞とコードが出てますから、それに合わせてウクレレで練習してもらってですね、まず最初のゴール設定としてはガズレレの今のねシンプル簡単バージョンと一緒に合わせて練習できるようになったら素晴らしいと思います。これ気持ちがいいんでね、きっとすぐできると思いますけどね。はい、できるようになった方はどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からねやっぱり歌詞とコードを全部丸暗記するのは難しいでしょうから、最初は楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習していずれ覚えちゃって大空に向かって歌う、こういうのが素敵だと思うんですけどね。でも楽譜ってどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏は、はい、ガズさんのこの手書きノートに書いた、楽譜を見ながら今ガズさん演奏していきました。こんな感じで書いてるんですけど、今日2枚にわたってますからね、こんな風に書いてて、もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、その前にめちゃくちゃいいサービス、これが始まってます。お知らせしたいと思います。ガズクラブです。ガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたギャランドゥを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数の、もうひっくり返るぐらい量ありますからね、の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ、なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方がより楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。ギャランドゥ西城秀樹さん、今日は2枚にわたってます。まず1枚目からですけど、これイントロですね、ゆっくりなんで、これシンプル簡単バージョンもいけるかなと思って、うん、でんでんでんだらたたたで、これもちろんかっこいいバージョンではフレーズを弾いていきますが、今の口で言いました、うん、Dm7C だらたたたたっていうふうに始まりますと。ここ印象的ですよね。本当はもうちょっと長いイントロがあるんですけどね、そこですごい変拍子でね、ちょっと難しいかなと思うんで、ここがすごい印象的なんで、これをイントロでショートカットバージョンでやって、ここから歌が入ってきます。コードはシンプル、嬉しいやつなんですよ。これはすごく、はい、こんな感じで写しとくので、見てほしいんですけど、ここ見てこういろいろ書いてあるでしょ。これ下に書いてあるのはかっこいいバージョンで、ここねいろいろ記名が入ってくるんですよね。これがなかなか今日かっこいいバージョンでかなり悶絶です。まあまあそれは後でやるとして、ひとまずこうやって写しとくので、お時間ある方この通りに書いてもらうといいと思います。ちなみにですね、今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜をゲットするのめちゃくちゃ今日も有効でございます。ガズのノートの特徴は、歌詞の前にこの点とか V とか書いてあるじゃないですか。これがリズムのガイドになります。ちょっとやってみると、せーの、はい。悔しい、しで始まるでしょ。悔しいけれど、うん。お前に夢中、うん。ギャランドゥ、
うん、やらんどぅ、こんな感じでリズムがかかる。あとはね、歌詞カードには出てないね、あの、こう伸ばすところっていうのはこれあるんですね。これがわかりやすい。あとこのワンブロックに対しての位置関係とかもかなり参考になると思いますんで、ガズクラブに入っていただいて、これを、ゲットしてもらうのを、はい、デジタルデータでおすすめですが、お時間ある方はこう写しとくので、この通りに書き出してやってみてください。まずはイントロから A メロ、B メロまで。かなぁ。はい、分かりづらかったらちょっと動画のテロップも合わせて確認してみてください。でここですね、ここから C メロっつうのかな、はい、ここがですねすげえかっこいいリズムなんですよ。後半のかっこいいバージョンはそれご注目ですよ。はい、ひとまずはこう映しといてください。ここもこれかっこいいバージョンではここ結構コードが映ってきますけど、簡単バージョンはここですね。はい、いいかな。でここから2番の A メロが始まってますから、すでに衝撃的なお前との出会いで、はい、2番が始まっていきます。でここね、コード進行っていうか決めとかも1番と全く一緒ですね。でここから A メロの、2番の A メロやって、ここから2枚目の楽譜に入っていきます。はい、そしてくるりんぱして、はい、2枚目の、後半の2ですね。でここ B メロからになってますね。だからね、はい、こんな感じで歌詞が変わっていくだけなんでね、この辺は大丈夫だと思います。1番の演奏と全く一緒ですね。はい、そして最後ラストのところで、本当はここちょっと感想があるんですけど、ここショートカットにして、ラストのところに行くよということで、ということでね、これ歌のパートはフルコーラスなんですよ。感想はちょっとショートカットバージョンになってますかね、前奏とか。はい、これがガズレレアレンジでございました。じゃあ出てくるコードちょっと見ていきましょう。結構多いかなと思うんですけど、赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで、ひとまず隠しておきます。言っていきます。 C と Am、A7、F、Dm、G7、E7 ですね。 1,2,3,7 個のコードですね。今のシンプル簡単バージョンは7個のコードでできたよということでございます。今映ってるこの7個のコードはガズレレでは超基本の入門コードのグループなんで安心でございます。これです、ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたい人に覚えてもらいたい最初の10個のね、入門コードのグループ10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードだから超簡単だけど、いっぺんにドンと覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。概要欄に貼ってくるの貼っとくんでね、10個の入門コード、ガズレレ必須コード覚えちゃってください。今日はそのうちの7個が出てきますよということでございます。さあ、そしてですね、じゃあまあここからもう早速かっこいいバージョンの解説に入っていく前に、これやっぱりね、歌がですね、もう西城秀樹さんの声もうマジでかっこいいっすよね。もうすごいファンキーでグループでブルージーなんですよ。悔しいけれどお前に夢中、この次とかそのうれ、なんかこのブルースつーかなんていうかね、ソウルフルというかですね、もうほんとね、もうその辺のね、このフィーリングがやっぱりの、皆さん感じ取ってください。これ音程っていうかじゃなくてね、この絞る感じっていうか、うるんだみたいな、そういうニュアンスがかなりかっこいい。だからな、すごいふんわりこのグルーブ、横のグルーブをすごく感じながらですね、こっから後半のかっこいいバージョンはやっぱりビートが16ビートになりますから、その辺が注目になります。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていくぞ。かっこいいバージョンまず1個だけコード追加。これ E7 サスポーです。これ結構今日は役目、いい役割果たします。まず入門コードの、一つ、E7 をまず押さえると、こうとこうとこうでしょ。人差し指見てください。これがここになったら E7 サスポー、これが E7。これ行ったり来たりで、E7 サスポーから E7 みたいな感じで A フレーズが組み込まれていきますと。はい、そして今日出てくるリズムなんですけど、今日のリズムがね、これは奥が深い。これですと16ビートのチャと疾走ビートとカッティングなんですけど、この16ビートのチャもですね、今日は裏から入ってくる、うわかっこいいやつが登場するんですよ。やばいやつです。まあ、ひとまずこれ今映ってる、リズムと、あと今日はこの動画もめちゃくちゃ参考になります。チューブのね、シーズインザサンで紹介してる動画の解説なんですけど、これめちゃくちゃ今日はもうバッチリ役立つんで、まあ合わせてちょっとご紹介ですけど、まあこの辺の今映ってたやつはですね、全部概要欄にあるですね、ウクレレでできるリズムのいろいろという、URL が貼ってますから、そこにリンク飛んでもらうと、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、ちょっとそれぞれの弾き方わかんないなという方は、まずそこでお勉強をしてからやってみてくださいと。一応ですね、じゃあここから解説入っていこうと思うんですけど、じゃあ、一番最初の歌い出し、悔しいけれど前に夢中ギャランドキル、これちょっと16ビートのすごいファンキーな跳ねた感じカッティング入りでやってみるとどうなるかやってみましょう。1,2,3。悔しいけれどお前に夢中ギャランドキル、かっこいいでしょこれ。これ左手見て、ムニムニになってる。これカッティングしてんですよね。だからこれは今日はかなりね深
深いですよ、今日のリズムは。こういうのを、まあ、ファンキーで、グルービーで、ソウルフルでっていうか、ね、かっこいいんですけど、この16ビートでこのリズムっていうのは難しい。こっちの方のやつもすごく参考になります。かっこよく弾ける7つの裏技みたいなやつ。これもね、ぜひ今回ちょっと見てもらいたい。これもね、さっきと同じところとか、まあ、概要欄にも貼っときますけどですね。見といてもらうと今日はかなりいいかなと思います。この16ビートのチャっていうのは簡単そうに聞こえてすげえ難しいんですよね。力抜いて、手首でこう、体全体柔らかく、Am でやってみると。柔らかくよ。力入ってたら一曲持ちませんからね。しなやかに柔らかく、もうほうきで吐くみたいにやってみてくださいと。はい、じゃあ曲の解説、細かいところ入ってきます。まずイントロなんですけど、ちょっと面白い、決めを入れますが、ちょっとやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー、うん。はい、今のちょっと音面白かったでしょ。 Am を押さえたまんま1弦の2フレットも一緒に押さえてたんです。最後のダラダラッタッタッタと、これでかっこいい響きでしょ。これをやってください。 Am を押さえて1弦の2フレット押さえたまんまダラダラッタッタッタ。はい、これまず1個目の決めなんですけど、これはもう今日はね、ここの中ではね、決めとは言いません。もう普通に前奏と言います。もう一回ね、ワン、ツー、スリー、フォー、うん。悔しいけどと歌に入っていく。ここかっこいいんですよ。ぜひこれビシッと決めてやってください。このダダダダダダダ、これはね、実はカッティングじゃなくてもできると思う。ダダダダチャッタチャッタダでいいですね。カッティングできる人は、まあでも、まあまあ、ダダダダダダダ、ニュアンスでいけると思いますね。これは、これはね、結構比較的16ビートのビートですけど、いける決めだと思います。でね、今日ね、この後決めが3つ出てきます。決め1、決め2、決め3というふうに分けとくんですけど、今のイントロはもうイントロですから決めじゃないってことにしてくださいね。1個目の決めはどこで出てくるかというと、まず A メロの、一番最後ですね。ちょっとやってみると、その売れただ、潤んだ瞳、にゃーん、次ですよ。ギャランダーダダッタッタン、これです。かっこいいでしょ。ギャランドゥギャランドゥダーダドッテッテです。はい、最初 Am でちょっと伸ばす。ダーンダード分かった。 Am G7 一瞬ですよ。ダーンダドチシです。シンコペーションっぽい。このタイミング分かるかな。ダーンダダッタッタン、うんですよ。もう一回ゆっくり、せーの。 Am G7 CC、 うん。はい、この決めをですね、決め1というふうに今任命しました、命名しましたね。これ今の決め1ですよ。ヤランドゥヤランドゥダダダッタッタは決め1です。はい、これをちょっと認識しておいてください。でその次 B メロがですね、なんと疾走ビートが登場します。疾走ビートっていうのは何かというと、これ見て、トトタトトトタトトトタト、アクセントだけなんですよ。ちょっと A メロで練習すると、ちょっとなんていうの、ボリュームも抑え気味がいいです。ちょっとそのね、 B メロに行くところ、今の決めから B メロに行くところやってみますね。ギャンドゥーギャンドゥー、おい、ここピトール白い花、かっこいいでしょ。今の E7 でトトタトトトタト、16ビートの疾走ビートなんで、こんな感じで、ちょっとね、ジャズっぽい感じでいきたいんですよね。で、しかもここでフレーズが入ります。ゆっくりやってみますね。ワン、ツー、スリー、ギャンドゥー、ギャンドゥー、おぼん、すきとおる白い肌。すごいでしょ、ここ。ちょっと今のところゆっくりやってみます。透き通る白い肌、ゆっくりやると、疾走ビートですからね。せーの、すきとおる白い肌。Am を押さえたまんま、デロデロで23A7、 デレデレで 23A7 です。もう一回、スピットボール白い花、0023A7。 はい、 Am を押さえたまんま 023A7 ですね。この流れ超かっこいいでしょ。しかも結構速さっていうかスピード感もあるんでね、そこを気をつけてください。その次、黒いドレスに包みの後に、決め2というふうにガズが命名している、決めに入ります。ここの決めにはね、結構簡単です。黒いドレスに包、チャッパッパッポーン。はい、
最初カッティングというかチャを入れるですね。せーの、E7 スタート4から E7、 こんな感じです。このタイミング覚えておきます。なんでこの決め1から透き通る白い肌で Am-A7 でフレーズを弾いて決め2に行く流れをやってみますか。1,2,3 ヤンドゥーヤンドゥー、はい、透き通るし、ここでフレーズダンダダンダダンダダン、ここが畳みかけてくるでしょ。そして髪を振り乱したままでずっと行くでしょ。でその後 C メロというふうにガズが言ってるところ、弾けるドレスのスッソ、ここで登場するのがこのリズムです。裏から入ってくる16ビートのチャでございます。そうするとどうなるかというと、弾けるリズムドレスの裾をやってみますよ。せーの、3、弾けるドレスのスッソ、愛をちらつかす、こんな感じです。トッパンパツパンダタカタカ、トッパンパツパンダタカ、これがめちゃめちゃかっこいい。だけど難しいんだけど、できるようになるとかっこいいですよね。これはね、この動画でもうめちゃめちゃ濃厚解説してますからね。まあこれも概要欄にまとめますけれども、ちょっと D マイ、あ、A マイナーで練習してみようか。1,2,3,4 ツタツタツタンダタカタカ、ツタツタツタンダタカタカ、カッティングですよ。左で見て、チャッパッチャパッチャパンダチャカチャカ、チャが最初に行くんだよ。チャッチャッチャッチャンダチャカチャカ、チャッチャッチャン、はい、まあこれしっかりね、この動画で解説してるんで、ちょっと興味がある方これぜひやってもらいたいんですけど、超かっこいいんですよ。でここの C メロの最後でもいよいよ登場、決めの3が出てきます。これもうすごいんだから、おいちゃん、そこの同じ子、せーの、はじけるドレスのすっそ、愛をちらつかせ、タタ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 タです。タタ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 ドドド、タが E7 サス4でトが E7 ね。せーの、タタタタタタタドドドです。カッティングね、これかなり早いんですよ。ちょっともう一回、愛をちらつかせ、タタタタタタタトトト、はい、こんな感じです。いやだから決め1、決め2、決め3、この3つの決めが今日の3本柱でございます。はい。でその後はですね、シンプルにまあ16ビートチャを繰り返していくということですね。で間奏のところではちょっとコードが増えて、ちょっと間奏やってみましょうか。C の一番最後、お前は光る、ここからちょっと伸ばす感じ、でん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 みたいな感じ。これは1個ずつ、1ブロックコード4つで、まあ、伸ばして弾いていく、フレーズがだんだん降りていくっていうようなイメージですね。であとは、2番がここから始まるわけですけど、歌詞が変わるだけで決め全く一緒なんですよね。なんでまあその決め、大きい決め3つとフレーズ同じように入ってきますから、これはなかなかノートル要素はでもすごいことになると思いますね。ちょっとだから1番の、決め1からちょっと、決め3までをちょっと続けてやってみようか。1番の後半、ギャランドゥ、ギャンドゥー、せーの、はい、ギャンドゥー、決め1、ダンダダダダン、はい、これシソビート、フレーズ、デン、イーセブン、ダンダンダン、決め2、スタッツタッツタン、次裏です。はい、ここハッチケッチドレスのスッソ、愛をちらつかせ、ダダ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 、このし、こんな感じ、もう畳みかけてくるんですよ。これがまたでもできるようになると気持ちがいいですからね。はい、この決め3つをですね、まあ、よーく分析してね、いろいろちょっとゆっくりでいいんで、まずは練習していくと、これが合わさった時にめちゃかっこいいんで、ぜひトライしてみてください。でも曲の中のやっぱり一番重要なポイントは、やっぱりこの踊れるリズムをどれだけキープできるか、これにつきますね。
いや、こういう感じでもう乗れるかどうかですよ。もう腰から来るやつですかね。もうファンキーグルーブ生み出していきましょう。あとはやっぱりね、YouTube でですね、西城秀樹さんの当時のね、テレビの出演の映像とかいっぱい出てくるんですけども、秀樹さんももうめちゃめちゃキレキレですから。いやー、あれはかっちょいいよ。まあ、そんなのもね、イメージして歌っていきましょう。これはかなりね、難易度は高いですけど、これものにできたらもう最高ですから、ぜひトライしてみてください。それじゃあいきますよ。西城秀樹さんのギャランドゥガズレレレレかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー、オン。悔しいけれどお前に夢中、やるやる、その触れたんだ潤んだ瞳、やるやるやる、透き通る白い肌、黒いドレスに包み、髪を振り乱したまま踊る、はじけてドレスの裾、愛をちらつかせて、男の視線集めても、お前は光る、hey、ねえ、さんのギャランドゥガズレレレかっこいいバージョンやってました。これめちゃくちゃいい。一応歌のパートはフルコーラスで原曲キーですしね。いやー、こんな風にできたらね、気持ちがいいですから。まず難しいけどね、ぜひトライしてみてください。さあ、お知らせです。さっきも言いましたけど、8月8日渋谷 HMV&BOOKS で誰でも参加できる無料ガズレレイベント開催ですよ。本の出版記念イベント、この曲を大セッションしますから、ね、ウクレレ忘れずに持ってきてくださいね。概要欄に詳細貼ってあります。よろしくお願いします。そして8月11、12、13はね、これがあります。ポップアップショップが石川県でオープンです。詳細は概要欄、これも貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね、楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターも
もやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。